本日は急なご連絡にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。この度は私の政治資金などにつきまして、さまざまなご指摘をいただき、都民の皆様をはじめ多くの方々にご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。また都庁に多数の苦情のお電話をいただくなどして、都庁職員の皆様にも多大なご迷惑をおかけしていることも心からお詫びを申し上げます。舛添医師が政治団体の資金で購入した絵画版画等の点数はあまりにも多すぎる、比較的安価な作品が多いとはいうものの、合計金額も多すぎるというようなことを検討いたしまして、政治資金の使途に法律上の制限がないことから、違法ではないものの、政治資金の支出としては不適切であったというほかはないという結論を出しております。政治資金を用いて購入した版画、絵画を私物化したとの批判を招かないような措置を講じていく必要があるだろうとは思ってと考えております。まず宿泊です。現在大きく報道されている千葉県木更津市のホテルでの宿泊も含めて合計6件について是正の必要性があると判断いたしました。こちらも大きく報道されている自宅や別荘近くでの飲食店での飲食の一部を含めて合計14件について是正の必要性があると判断いたしました。今回の調査で使い方が必ずしも適切ではないと指摘される質が多くなったということは心から反省をいたしております。また多くの方々から他人には厳しいけど自分には甘いんじゃないかと、それから身銭を切ってないんじゃないかと、それから公私混同だと、そういう厳しいご批判を受けております。そのことについても厳しく反省をしたいと思っております。まず宿泊費や飲食費の支出についてそういう指摘を受けましたので、これは返金をいたしたいと思います。でその返金につきましては私の個人資産から返金をいたしたいと思います。私の湯原への公用車利用でございました。この件によりつきまして都民の皆様をはじめ都議会の皆様、そして都庁の職員の皆様に大変なご心配ご迷惑をおかけしているところでございます。それでこれからも私が湯原に行くということがあれば、さらに皆様方に無用のご心配をおかけするということを大変危惧をしております。そこでこの度この施設を所有する会社とも相談いたしました。この際この湯川の施設は第三者に売却するということで自らのけじめをつけたいと思います。